リン警部チョリース。あ、デブ猫。はぁ、今なんつった、セクシーディカ、うん、メロン、前はよくやってよ。触らないで。だからよくやってって。やめて。上位としてのスキンシップだろ。やめて。ちょっと触らないで、セクハラだからね。これがセクハラかよ。この場合はパワハラとセクハラのコンビネーションだからね。コンビネーションか。まったく世知辛い世の中となってしまったよ、うん、時代は変わっていくものなんだからね。そういうものなのか、うん、そういえばセクシーでか、はい、世知辛い世の中ってどういう意味？もうわからないで使ってたの？いや、わからないっていうか、うん、なんて言うんだろうな。なんて言うの？ごめんなさい。わかんなかったのね。はい、ごめんなさい。もう、世知辛い世の中というのは、はい、暮らしにくいということなの。ああ、そういうことなんですね。うん？カリケブ、後ろを見ちゃダメ。犯人らしき人物がこっちに近づいている。オーケー、了解。あと25メートル。オーケー。犯人がこっちを見てる。オッケー。犯人にバレないように自然の仕草作戦で行こう。オッケー、入ります。入られます。私はテーブルの足の妖精。わー、妖精さんが見れた。何かいいことあるかも。あ、犯人が動き出した。オッケー。どこに行くんだ？見失わないでおくれよ。あ、年末ジャンボ宝くじの最後尾に並んだ。師走ですもんね。いやだ、ハモっちゃった。よし、犯人が宝くじを買い終わったらそのまま尾行しよう。了解。うわー、犯人が宝くじ売り場で発砲。そのままハピタン通りを起点に逃走中。そしてカリン警部もビビって逃走中。うん、もうセクシーセクシーセクシーデカ、うわうわセクセクセクシーデカ、セクシー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 デカ、シンプルセクシーなセリフでハンハンハンセクシー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 デカ、うわうわセクセクセクシーデカセクシー。